競馬バトルロイヤル4優勝決定戦。最終レースは4歳以上1000万下ダート 1400m。 全部買う、ほら行くよ。 ID やはり最終レースに残金全てを投入するという柳が、これ買うのが使命だからよ。的中馬券を全て払い戻し馬券を購入しようとするが、あれ2800円余ってんの。最終レース柳川の馬券は13番16番を中心に3番5番も絡め、馬連とワイドを購入。13番16番のワイドはなんと 1.5 万円。これ間違えてんだやっぱり。いやもうめんどくせえ、まあ、よくわかんないよ。馬見たら13、16だと思ってたんだけど、成績全くわかんないけど、5番がこんだけ200いくらって言うんだから、おそらく強いんでしょう。あと気に入ったのが3番で、そういう感じで買った。一応本命が11番なんで、11番からのワイド、まあ穴は多分7番が外回れた時の7番と、まあ、14番が障害練習してからちょっと一変してきたんですよね、2走前から。あと16が一番硬いかなっていう、前回ダートスタートでつまずいてたんで、まあ、芝スタートの今回はすんなり楽に先行できる可能性が高いんで、まあ、人気まであれば16が一番硬そうと。王者の栄冠は果たしてどちらの手に。こっちのテレビにしよう、そっち当たってねえから。13、16に僕が絡んで1、2、3番人気、1番と12番どんなもんかもしれねえやもう。何言われてるか全然わかんねえんだよ。9番に買わされてる、買わされてるとまずいな。あと5番と8番が来そうだな、あといねえや。なんか来い、なんか来い、決まったじゃんか13、16で。ああそれだと柳川さんが当たるだけ。ああこれ決まったわ、馬目に入れて決まっちゃった。俺間違えてんだよこれ買い方。いやあそれは柳川さんが当たるだけ。買い方間違えてんだよ。柳川さん当たっただけ。当たっただけだけど、なんか間違え、いやだけど買い方が下手だから。いや本当にめんどくさくなっちゃった。僕も生まれんありますけど、多分これ額の3着何だったの。3着何だったの。赤子が3着何だったって話。5番っぽかったですけどね、一番人気の。5番だ、5番だったら何もつかねえよ。5番だったらワイド、これ飛べばつくっていうだけで。あ9番惜しかったな、これが来た時だけちょっと悔しいなっていうだけだ。このレース柳川が注目した13番と16番で見事決着。そして実は鈴木も同じ目を購入していた。柳が鈴木ともに馬連ワイドを的中。何倍つくんですか馬連。いやつかないよ、でつかないよ、つかないよ。しかし5万。いやもう数えるまでも。いやまだわかんないです。そして払い戻し、はい、何枚あるかちょっとわかんないですけど。いやでも結構すごいあれじゃないですか。これはすごいです、すごいありますよ。払い戻し申請ありがとうございます。はいはい、まだ、ありがとうございました。悔しいっすよ。悔しいですけど、もう何十年後かにこうある人でなりたいっていう目標はできましたね。僕もまだいけるんじゃないかなって、何十年経てば生きる目標ができました。すごいですね、うん、なんか京都でやるのはむしろ僕へのアドバンテージだと思ってやったんですけど、なんか柳川さんの良さを際立たせただけだったっていう。で結果を出すっていう、黄昏てますけど、いい絵ですよ。